どうも皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今日は皆さんのおうち時間を少しでも有意義なものというか、まあ、楽しいおうち時間にしてもらいただくためにですね、スペシャルなゲストにとちょっとお話、リモートワークでお話ししてみたいかなというふうに思います。はい、なんかリアルタイムでもなんかいろいろ質問とかなんかコメントとかいただければ拾わせていただくんでお願いします。あれ、あ、お疲れっす。お疲れ様です。聞こえます？聞こえます。元気ですか、ガリさん？元気ですよ。ちょっとイヤホンしてるんですよ。あ、本当ですか？くださいね、ちょっと上げますね、音。これね、これボリューム。ボリュームどこだろう、これ。機材トラブルっすか？ちょっと、ボリュームの場所がわかんない。あ、これだ。あ、聞こえます。聞こえますか？大丈夫ですか？あ、聞こえます。めちゃめちゃ聞こえます。オッケーです。え、何で配信されてるんですか、これ？携帯iPad で、iPad です。iPad っすね。そうです、そうです。なるほど。いやいや、カリさん、ありがとうございます、今回。いえ、全然です。酒飲んでますか？いや、飲んでないですよ。普通に水です。うん、今、水です。え、シラフですか？シラフです。普通に水です、これ。珍しいですね。いや、なんかさっきまでちょっと仕事してて。あ、そうですか。家で。そうです。だから。だってもうあれですよね。変な話。まあ、こういう状況ではあっても、次のシーズンのなんか進めないといけないみたいな。そうです。次のシーズンの打ち合わせとかをなんか、お電話でやったりとか、あとなんか、あれ先月展示会やったやつの量産のやつとか、ちょっとやることはあるんで。なるほど。なんか、その、はい、まあ、今ちょうど制作中かもしれないですけど、なんか事前に質問をいただいた中で、はい、結構なんか似たような質問が結構いくつかあって、その中でも、うん、なんかその、服作る時のインスピレーションってどっからですかみたいなめっちゃ多かったんですよ。ああ。どっからなんかその、なんかも、思いつくのかとか、アイディアはどっから来るのかとか、なんかそういうのなんかあるんですか？ちょっと待ってくださいね。なんか僕の方にも質問もらってるやつが、結構多いんですよ。2割ぐらいの方が結構そういう、どっからインスピレーションを受けてるんですかとか。多くないですか？多かったですね。結構かぶってる質問が結構多かったですね。それって、企業秘密ですか？はい、いや、全然。いや、企業秘密っていうか、いや、でも、どうなんだろう、皆さんどうかわかんないけど、僕はなんか、ほら、展示会とか来ていただくじゃないですか、松本さんとかにも。はい。いろんなバイヤーさんとか。はい、なんかその時に、なんかもう次なんかこういう感じでやりたいなーとか出てきて、で、まあ、記事屋さんの方とかもね、展示会いらしてくれるんで、その時次どういう感じの記事探しますとか、そっからやる時もあるし、で、記事作ってる時になんかこう、記事見て、あ、こういうの作りたいなぁとかもあるし。ああ、じゃあ結構、なんかこれっていうよりは、いろんなところからって感じですか？うん、記事を出したり、展示会でのリアクションだったりとか、なんかその。リアクションっていうか、なんか、ほら、なんかゼロからこう、やることがあんまりないから、例えばなんか今シーズンこういう感じでやったけど、なんか次のシーズンこういう素材使いたいなぁとか、なんか、今季これちょっと作りたかったけど、
なんか、今シーズンのにちょっとなんかあんまりコレクション的にはハマらないから、なんかいつかこういうの作りたいなとかをちょっとこう、枝ため持ってたりとか、そういうのもあるし、映画見ててもあるし、うん、結構いろいろあるかな。なんかこれっていうのってあんまりない気がする。けどみんな結構そうなんじゃないかな。いろんなところがあって感じですよね。うん、最初なんかざっくりテーマはなんとなく決めるけど、何ヶ月も同じムードで僕入れないから、だからちょっとこう、なんていうんですかね、いろいろ寄り道もするんですけど、うん、でもなんか最終的には、なんかまとまっちゃってる、まとまっちゃうから、ああ、うん。勝手になってるってことですよね。そう、それでなんかルック撮るときとかに、まあ今回こういう感じでやったからこう撮りたいんだよね、みたいなのを話すと、うん、結構そういう写真の質感とか、スタイリングとか、結構そういうなんかチームでみんななんかやってくれて、こうルック出してるみたいな。ああ、ああ、ああ。うん。なるほど、じゃあなんか、もう、生きてる中のあらゆることがって感じですね。どっちかっていうと。そう、普段なんかレコードとかも買うし、で、なんか昔のレコードとか引っ張ったりとか、なんかこう、普通に Spotify とかで聴いてても、なんかその時のジャケとか、そっからなんかこう、裏見て、こう、メンバー映っててとか、なんかその感じとか、ジャケットの配色とか、なんかそういう、うん。なんかプリントものとか結構そういう系が多いんじゃないですか、音楽ネタというか。そうっすね、プリントものも、うん。なんかまあグラフィックやってもらってるアーティストの方がいて、でその人とゆっくりこう酒飲みながらっていうか、普通に事務所でも話すんですけど、こういう感じでみたいな。なるほどなるほど。真面目すぎるんですかねこれ。いや真面目っすね、ガリさん。ガリさん酒飲んでない時って真面目っす。あ、本当っすか。もうちょっとしたらもうちょっとしたら飲もうかな。でも、はい、でも率直に、はい、こういう時代なんてどうすか、ガリさん、ブランドをやられてる側の人間としては、どういうふうに捉えられてるのかなっていうのが、はい、こういう結構、まあ、なんかこの間もちょっとお話しさせていただいたんですけど、まあ、緊急事態だし、緊急事態だからこういう企画が出てるっていうのはあると思うんですけど、なんかどうすか、なんか、まあ、ブランド的にもいいかもしれないですし、まあ、アパレル全体がっていうところもある。いいかもしれないですけど、なんかアパレル全体ってなるとちょっと話大きいから、なんかこうもちろんなんかいろいろ思うこともあるんですけど、はいはい、なんか僕が直接こう気にできるっていうか、こう直接こうなんかこうどんな感じですかみたいな感じで電話できるのって同業の人かやっぱ取引先さんしかないじゃないですか。まあまあそうですね。うん。あとはなんか、業者の方とか。でもやっぱり業者の方はずっと動いてるし、先週ぐらいからなんか、やっぱりその、リモートじゃないけど、週3の出勤になりました、みたいな案内とかも来るし、うん。だから、きついのは結構、まあ、記事の打ち合わせができないみたいな。会って話ができない。現物が見れないっていうことですよね。そう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 。なるほど。だから家に送ってもらったりとか、記事のスワッチとか送ってもらったりとか、週1回だけ会社行ってるんで、その時にまとめてみたりとか、でもどうしてもね、会わなきゃいけない打ち合わせとかもあるんで、それどうしようかな、みたいな、のは考えてますね。まあ、そういうところにも影響あるですね、確かに。もう制作の段階でも、確かに記事見れないで、記事見れないでどうやって作るんだって確かにあるっすね。でもなんか止まれないじゃないですか。そうですね。だからその次も作らなきゃいけないから、だからできることはやろうと思って、まあなんかパターンナーとちょっとこう電話でね、やり取りしながら、次こういう感じでやろうと思ってるんだよね、とか、でもお店の方とかそれぞれね、いろいろ電話して、最近どうですか、とか、で、なんかできることないですかね、僕、みたいなので、まあこういう感じに。ありがたいことに。なってるんで。そう、なんかね、なんかやれることってあるんですかね。いや、僕も毎日考えてるんですけどね、なんか、でも、一つはこうやってなんかおうち時間を充実していただくとか、こういう機会だからこそみたいなのが結構あると思うんですけどね。そう、先々週ぐらいからちょいちょいなんかこう、ブランド
側でもなんかこうできたらいいなとか思って、いや、僕もずっと音楽聴いたりとか、夜はずっと映画見てるんで、なんかそういうプレイリストとか、なんかそういうの共有しようかなとか、なんか、コロナの、が終わってもできるじゃないですか、それって。まあそうですね。今だからやってるっていうよりは、なんならこれがあったからきっかけでみたいなのもあるかもしれないですよね。なんか、発信してくとかって僕あんまり、ね、なんか、やってなくもないけど、まあそういうなん服か、のが一番の発信みたいなのがあるんですかね。側面みたいなところでね、で、結構質問とかも多くて、なんか、受注会とかでお会いしたりとかしたときに、なんか普段なんかどういう音楽聴いてるんですかとか、なんかおすすめの映画ありますとか、やっぱ聞かれたんで、じゃあそこ見てもらえればいいようにっていうか、なんかプラットフォームじゃないけど、なんか作ろうかなとか思って、Spotify とかだったらね、今みんな聞けるし。なので皆さん、ガリさんが普段聞かれてる音楽、Spotify で、あれ、どっから見れるんですか、それは。リトルビッグのアカウントから見リトルれビるんッでグすのインスタのアカウントのあそこアーカイブに残してアーまカイブす。で。ああ、じゃあそっから。毎週なんか更新しようかなと思ってるんですけど、ちょっと毎週きつそうだから、まあ2週間に1回とか、ね、月1とかランダムでなんか更新して、なんか聞いてもらおうかなみたいな。ちょっと俺酒持ってきますね。いや、いシや、ラフのさ、最ガリ、初は。そうっすよ、シラフのガリさんと喋るのなんて、展示会の時だけっすから。確かに。あと、基本酒飲むとき合うから。大体そうっすからね。本当の仕事の時以外は。ちょっとビール飲もうかな。ぜひ飲んでください。お疲れ様です。お疲れ様で乾杯です。す。いやいや、じゃあ、ガリさん、今、ちょっと話は戻って、昔に戻って、質問にもあったんですけど、初めて僕が展示会をお伺いした時の、そのファーストコンタクトの時の話しませんか？どういういいで印象だったんですか、ガリさん、僕的に、僕の。す。でもなんか最初は社長と2人で来られたじゃないですか。で、メールいただいたりとかしたのも社長からだったんで、まあ最初だし、初めて会うしっていうので、お店の方を連れてきたなと思ったんですよ、普通ああ、なるほどっすね。に。なるほど。そう。で、まあ2人でこう見られてて、で、次の日かなんかに松本さんから連絡いただいて、ちょっと初めてなんで、ちょっとサイズ感とかちょっと見てもらっていいですかみたいな時に、あ、泊まって、あ、夜オーダーつけてたんだと思って。夜こうつけて。でも結構僕それ好きで、好きっていうか、いや、なんか、その時、展示会見た時って一番なんかフレッシュじゃないですか。もちろんなんか MD 的にとか、そのお店の、なんかね、他のブランドさんとのオーダーの兼ね合いとかいっぱいあると思うんですけど、なんかフレッシュな時にオーダーなんかぶつけてもらったの結構なんか嬉しくて。あの時の僕のオーダー、とんでもないオーダーだったっすよね。ジャケットサイズ3めっちゃ積むみたいな。だから、で大丈夫です。いや、ちょっとサイズさんやめといた方がいいんじゃないですかみたいなとか。1個でいいじゃないですかとか。いや、それやった時やりとりしためっちゃ多いですよ。サイズ3僕のサイズなんで、だから1、でもなんかこう、お店さんによって多分その得意なサイズっていうか、お客さんのサイズ感絶対違うと思うんですけど、やっぱどうしても1、2が多いじゃないですか。まあそうっすね。だから、これ大丈夫ですかみたいな話とか。やりとりはあったっすそう、ね。しましたよね。で、まあ、オーダーもなんかしっかり最初いただいたんで、ああ、なんかこれから多分、なんか長いお付き合いになればいいなーともちろん思ってたんで、ああ、本当ですか。で、なんかちょっと面白そうだし、って思って、まあ次また会う時ってね、展示会の時じゃないですか。また半年後じゃないですか。で、その時に食事誘ってみようとか思ってたんですよ。泊まってたから、その1回目の時に。食事誘ってみようと思って。で、その時に2回目ですよね、食事したのが。そうです、ご飯連れて行っていただいたら。そうですよね。東八行って飲んで、みたいな。で、その時になんかお店の、ね、バイヤーさんとメーカーってお付き合いでずっと今もやってますけど、なんか友達とかが、
松本さんの YouTube を発見してみたいな流れで。あ、でもその2回目の時はまだあれですか、僕まあ一応 YouTube はやってたっすけど、本当のタイミング、どのタイミングであれなんですか、この間接的に。いやでも1回目と2回目の間じゃないですか。あ、じゃあ1回目の展示会終わった後の、うん、あ、じゃあデリバリー動画とかやった時くらいのタイミングですかね。そうそうそう、それで あのスタイリストの友人、まあ松本さんもお会いしたじゃないですか、あの別注の撮影の時に、はい、からなんか朝5時ぐらいに LINE 入ってて、なんかお前の服なんか YouTube 上がってるけどみたいな。あ、うん、でその時になんかそういう YouTube で洋服をこうお店の方が紹介するっていうのはなかったじゃないですか、多分僕があんまり YouTube 見る。そうっすね。それで売れないですね。うん。そう。で、大丈夫なのお前みたいな話だったんですけど。大丈夫なのって。これ大丈夫なのみたいな。まあでも、全然普通に僕はなんか、これで紹介してくれるんだから全然、前もね、何回も言ってるけど、ブログと一緒じゃんと思ってたんで、うん、全然大丈夫です、みたいな。なるほど。そう。あ、じゃあ、初めてご飯連れてってくださった時は、もうちょっと知ってたという。うん、知ってました。でもなんか僕からなんか言うこともないし。でもそうですよね。僕から言ったことないですもんね。そう、言ってないです、言ってないです。僕がガリさんとか、うん、その他のブランドさんとかそうですけど、自分から YouTube やってて、みたいなこと一回も言ったことないですよ。うん、ないですね。あ、そう。勝手にこっちが。勝手にこっちが、あ、先輩見ましたよってちょこちょこ言ってただけ。そうなんですね。あ、じゃあまあ、うん、最初お会いした時はまあなんか変な話、まあアシスタントさんか社長さんとその店の店長さんなのか、まあでもそうですよね、なのかなって。うん、そんな感じだったかな。でもなんか変なイメージ、僕全然印象なかったので、みんなないですけど、あんまりそういう方もあんまりいないですけど、全然。まあ。うん。あ、なるほどっすね。じゃあ、もう、そっからその YouTube に対しての考えはあんま変わってない感じですか？全然、まあ。ブログと同じじゃねみたいな感じ。うん、でも僕、実際、長野伺ったじゃないですか、お店。はい。なんか展示会終わったら、なんかこう、一エリア、ちょっと行きたいなって毎回思ってるんですけど、今回ね、こういう感じだったから行けなかったんですけど、はい、長野行って、で、こうお店とかもね、行ったりとかしましたけど、なんかこう普通にこう、東京のお店とかみたいに、なんか、フリーの来客とか、うん、どこそういうのを待って、まあ、うん、やるっていうのって結構、うん、そもそもきついだろうなと思ってて、地域性として。うん。だから、ああやってオーダーつけてくれて、それを売ろうとしてくれてるっていう、なんかそこに直結してるだけだなぁと思ってたんで、うん、あれでなんか消化率がね、良かったりとか、はい、なんかお客さんにしっかり伝わるんだったら、全然、僕はなんか言うことじゃないよなぁとか思ってて、それは。いや、ありがたいですよ。なんか、好きなようにって言ったら変だけど、なんかお店のさんでなんか、販売のスタイルって違うじゃないですか。まあでも、そうですね。売り方と打ち出し方、うん、提案の仕方はやっぱお店それぞれで、うん、違うんで。ガリさんももともとはそっち側というか、まあ、こっち側の。ね、お店ね、いたんでね、バイクのやつだし。だったんですけどね。さすがになんか、まあ、やらって嫌なこととかもそんなないですけど、あんまされたことがないから、なかどういうのが嫌かなとかは、考えたこともないけど、別になんか、これちょっとやめてほしいなと思うことも別にないんで、やっぱ好きなようになんか言っていただければいいかな。それはありがたいですね。僕、はい、ちなみに僕の初めてのガリさんの印象は、もうなんか、はい、まあ、怖いって思いました。あ、よく言われますよ、それは。全然怒ってないんですけどね。いや、なんか怒ってるとかじゃなくて、なんかもう、なんか怖かったですよ。人見知りだし、もともとすごく。あ、そうなんですか。もともと人見知りだし、あんまりこう、ね、なんていうんだろう、こう、フレンドリーな感じで喋るタイプじゃないじゃないですか、別に。いや、そうっすかね。そうっすか。うん。
そんなことないですか？ そんなことない気がするんですけどね。人見知りっていう印象を抱いたことないですけどね。マジですか？あ、それ結構逆に言われたことないかも、それ。あ、本当ですか？うん。あれかもしれないですね。だいたい酔っ払ってる時にっていう。あれなんで酔っ払ってる時も人見知りだったらなんかあれじゃないですか。確かにやばいっすね。よくわけがわかんない。確かに確かに。でも最初は。怖い人はでも、うん、言われますね、すごい。最初は本当にちょっと、ちょっと怖いなと思ったんですけど。でもなんか、うん、僕がめっちゃ覚えてるのは、多分2日目ですかね。2日目、うん、2回目にお伺いした時に、多分めっちゃ雨降ってたんですけど、うんうんはいはい、降ってましたね、覚えてますよ。で、展示会場が2階だったじゃないですか。はいはい。なんですけど、わざわざ1階まで降りて見送ってくださったのをめっちゃ覚えてて。そう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 。全然覚えてない。そうなんだ、そうだったんだ。はい。全然覚えてなかった。いや、それが、なんか僕は、うん、あ、なんか、怖いけどいい人だなって思って。ちゃんとしてるな、みたいな。ちゃんとしてるな、みたいな。なるべく失踪したいですけどね。なんかせっかくね来ていただいたんでね。そうですね。からそこが、うん、ありがとう。そこはなんかめっちゃ覚えてるんですよ。ありがたいですよ、すごく。ああ、なるほど。じゃあそれで3回目の展示会の時とかですか。あれ僕とひまわりが初めて会った。繋がったの。そうです。ガリさんが面白いやつ。僕が。そう、それで、僕と松本さんがなんか食事するってなって、ご飯食べ行った時に、普通なんか、展示会の帰りに、バイヤーさんと僕がご飯食べてる時、乱入するやつっていなくないですか普通は。なんかしら察するっすかそう。で、なんか行っていいっすかみたいな感じで電話来て、で、松本さんになんか、ひまわりってやつ来たいって言ってるんですけど、どうですかみたいな。ただ、いいですよってなって、それで飲みましたよね。でもなんか結構来るの遅かったですよね、ひまわりは。1時ぐらい。1時とかっすよね。そう。日またいでるったっすよね、確かに。それで来てすぐ寝て、あいつが。こうやって寝て、で、その1時間、2時間後ぐらいに多分、りょうくんが来たんですよ。そうですね。りょうさんが、山口りょうさん。そうそうそう。そうですね。あの日2人とお会いしてですよね、僕ね。ガリさんのおかげで。そうです。でもなんか、それが面白いなと思うんですけど、今やそれがなんか、まあ、アレッジとはお取引させていただいたりとか、ひまわりともなんかいろいろ、なんかまあ、うんうんうん、遊ぶもそうですけど、仕事もそうですけど、なんかいろいろやってる、うん。よく考えたらガリさんの、あれですかね、元はといえば。そうっすかね。元はといえば。よく考えるとなんかそれめっちゃ面白いなと思って、あの時。まああの飲みも不思議でしたよね。で結局最後松本さんも寝てたけど思いっきり。一瞬寝たっす。そう。僕だけ起きてるっていう。ガリさん寝ることないじゃないですか。ないっすね。全然飲んでて寝るときって全然ないですね。全然ないっすね。潰れるとか、ね。目覚えちゃうかも。あんまり寝落ちするとかないかな。まあないっすね。うん。基本ないっすよ、ね。だいたい最後まで起きてるっすよね。で、置いてけないじゃないですか、だって。しかも寝てる人を。なるほど。一人置きとかないっていう。そう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 。みんなどうすんだろう、この後と思って。で、家帰る方向一緒だったらね、一緒にタクシー乗ってけるけど、置いてくのもなんか微妙だし、お店の人も置いてくんですかみたいな。なっちゃうから。あ、大陸がこうやってますよ。ん大陸がコメント全然見てなかった。大陸も全然。でも一番最、こういう、なんかこう、なんだっけ、外出自粛要請出たの3月じゃないですか。はいはいはい。うん、その一番最後に友達と飲んだの、それは大陸くんですね。あ、本当ですか。そう、多分一番最後。3月中のどっかでみたいな。3月の、そう、アレッジの展示会の時。ああ、なるほど。あ、二人くんお疲れ様です。ガリさん、りょうさんお疲れ様です。ちょっと、ビール持ってきます。いつの間にかなくなってましたね。でもなんか、普通になんか当たり前にいつも飲んでたから。
そうっすね、急にこうなると、うん、なんか人と会えないのとか、こう普通に飲み行けないのって、まあまあストレスたまるなと思って。いやー、たまるんですよね。うん、ガリさん、今お家で何やったりしてるんですか、空いてる時間。映画とかですか、じゃやっぱり。そう、朝起きてから、一応まあなんかこう、LINE 来てたりとか、そのなんか、仕事のメール来たりとかするじゃないですか。はいはい、はい。で、なんかそれ昼11時ぐらいからちょっと折り返したりとか、なんか普通に仕事して、で、夕方ぐらいにやること終わったりとかしたら何しようかな、みたいな。で、映画ちょっと一本見たりとか、二本ぐらい見て、まあ二日に一回ぐらいはなんか友達とか、昨日は地元の先輩と、まあ、ズームで、こう、3人でリモート飲みみたいな感じで飲んでたりとか、はい。なるほど、ね、してます。あ、でも、そうっすよね。僕ももうやることなくて、家にいたら。うん、なんか、多分みんな大変だから、で、こう、もともとずっと家にいる人じゃないから、多分僕もだけど、そのよく飲み行ったりする友達も、そういう人たちじゃないから、結構そういうのはストレスになってたりとか、はいはい、もちろん今後のこともあるし、はいはい、どうしてこうかな、みたいな。そうですよね。だから意外にっていうか、なんかちょっとオンライン飲みてめんどくさいなと思ったんですけど、普通になんかこう飲んでたら、割とそれで気紛れたりとかして、まあ、それはそうですね。面白いな。なるほど、ね。思いましたけどね。だからなんかまあ早く飲みに行きたいなぁと思ってますけど。いやもうなんか、事態が落ち着いたら飲み行きましょうねっていう約束もうめちゃくちゃしないですか、うん、何回したからみたいな。なんか落ち着いたら、なんか行きたいねとか。行きましょうね。もうそれ何回やったからみたいな、めっちゃあるっすよね。そうっすね。なんか家いても本当なんか漫画読んだりとか、それこそなんかゲームやったり、もともとそんなになんかこう、据え置きで PS4 とかあるんですけど、家でゲームあんまやるタイプじゃなかったんですけど、やっぱなんか時間あるしなと思って買っても、やっぱやんないっすね。やんないっすか、結局。なんか、ちょっとこう仕事とかして、あ、ちょっと忙しいなぐらいで、こう帰ってきて、時間ないときに、あ、でもちょっと漫画読みたいなとか、そういうのが多分良かった。なるほど、なるほど。メインにやることじゃないってことですよね。落ち着いたら飲みに行きましょうねって、行きたいね。大好き。ちょっとリモート飲みしようか、ダイリック君、今度。でもなんか、デザイナー、話変わりますけど、デザイナーでやっぱ仲いいってなって、結構最近、大陸君と仲いいですよね。仲いいっす。仲良く。見てる人、多分知らないと思うんですよ、はい。そこが仲いいんだみたいな。ああ。実際、あんまり、そのデザイナーさんの人間関係とか、どういう人と仲良くてとか、じゃ他のブランドさんとどういう関係なのかとか、あんまり、わかんない。確かに。で、多分、その、大陸っていうブランドと、リトルピックっていうブランドの、そのデザイナー仲いいんだっていうのは、結構僕、意外なんじゃないかな、みたいな。ああ。まあ、意外なのかな。で、多分、似てるって言われますからね。あ、多分、お互いのパーソナリティ知ってる人は、多分、なんとなく、わかるっていう感じになるかもしれないですけどね。多分、なんか、あの僕、大陸君と初めて、ごめんね、なんか大陸の話して申し訳ないんだけど、大陸君。大陸君と初めて会ったの、だって松本さんと一緒に飲んでる時ですよ。あの時ですよね。中目で、あの時に僕は初めましてですもん。展示会終わりですよね。展示会終わりにみんなでバーって飲んでる時に、そう、その時に、来てくれ、飲んでるところに来て、みたいな。その時が初めて会ったんで。それがきっかけで、あ、それでなんか連絡先交換して、で、僕も大陸君も多分展示会やってたから、次の日来てくれて、なるほど、ね。ビールとおつまみ差し入れで持ってきてくれて、昨日あんなに飲んだのにまた酒買ってきたんだ、そいつとか思って。なので、そこからなんかこう連絡
取り合うっていうか、なんか普通にちょいちょい飲み行ったりとか、なんかまあ、するようになったのかな。なんかもう、その辺の、なんか、急接近具合が結構よ。あの二人結構めっちゃ最近仲いいみたいな。みんな言ってましたよね、一時期。めっちゃ聞くっすよ。なんかあそこのなんかもう、すごいね。そう、僕と大陸がよく飲んでるみたいなのとか、すげえあそこ今仲いいらしいよみたいなの周り超言ってましたね。でも、全然普通に仲いいです。そうですよね。作る服は多分全然違うんですけど。なんか真面目な話できるのが結構でかいかもしれない。ああ、なんかお互い作ってるの全然違うけど、でこ持ちですって言ってる。そう全然、そうなんですよ。全然作ってるもの違うけど、なんかそれって別にどうでもいいじゃないですか。まあまあまあ、作ってるものがどうこうとかって。で、なんかどういう感覚で服作ってるんだろうなとか、やっぱ、なりくん飲んでて思うのは真面目だから、すごく。話してて面白いし。その辺がじゃあ。僕、うん、25、6の時僕、ああいうふうに絶対できなかったから。なんか、ほどっすね。えらいったら言い方ちょっと上からっぽくて嫌だけど、なんか、すごいなぁと思って、リスペクトしますね。うん。周りの人たちみんな結構リスペクトしてますよ。なんか洋服作ってる人たち。え、うん、でも、どうですか、つながり的に言うと、他洋服、横のつながり的なところで言うと、あと、りょうさんとかが一番、あれですか。りょう、山口りょう、りょうくんが一番やっぱり付き合い長いですよね。でも、ほぼ15年ぐらいの付き合いですからね。15年。ほら、アレチの前身のブランドの時とかからだったし、はいはいはい。もともとなんか一緒にね、なんか DJ やったりとか、で、パーティーやってとか、なんかそういう、なんかプライベートの付き合いがやっぱ長かったんで、うん、で、僕お店いたし。ああ、なるほど。うん。で、なんか仕事帰りに寄ってくれたりとか、一緒に飲み行ったりとかするようになって、お互いの家行ったりとか、ね。はいはい。普通になんか、友達です。友達って、まあでも本当友達って感じですよね。でも、仲はめっちゃいいっすもんね。仲いいと思いますよ。なんでもない話もできるから。ああ。今日もなんか、うん、昼ぐらいになんか電話かかってきて、久しぶりになんか話しましたけど、もちろんなんか、最近何してんのって話とか、場合もない話もね、全然するし、うん。じゃあまた連絡するわ、みたいな。感じなんで、先輩とかもいますよ、全然仲いい人っていうか、うん、あ、今日も先輩の方からデザイナーの方から急になんか夕方ぐらい電話いただいて、それで最近なんか何してるみたいな、うん、全然あります、ね、だからその辺のなんか質問があったんですよ、うん、他のブランドのことをなんか意識したりすることあるんですか、はい、みたいな。意識したりすることを。意識して、どういう意味の意識なんだろうな。意識したりすること。なんか、はいはいはい、なんか参考にすることとかはないけど、なんか、さっきも言ったけど、なんか周りの人たちでこう洋服作ってご飯食べてる人って、まあ、自分もやってて大変なの分かるから、もうね、はい、大変じゃない仕事なんじゃないんだけど、はい、うん、大変なの分かるから、なんか好みとかとその仕事に対してのスタンスみたいなの、僕あんま混同させたくないタイプで、だから別に作ってるものとか結構どうでもよくて、はい、なるほどね、あ、でもちゃんと作ってんだなとか、あ、なんか感覚合うなとか、うん、うん、そういう人たちは結構無条件でやっぱりリスペクトはありますね。だからみんなでなんか、よくなんかね、前も聞かれたことあるんですよね。なんかライバルとかありますかとか、ライバルのブランドありますかとか言われるけど、でもあんまりライバルとかって、いい意味で、あんまり考えたことなくて、うん、なんか、みんなで
やりたいことやって始めたことなんだから、まあ、変になんか基本は相手のことを気にするっていうよりは、みんなでやりたいことやって、自分がやりたいことをやるだけっていうか、なんか自分の作りたい服、それをなんかみんなに着てほしくてとかね、発表したくて勝手にやってるのに、こっちは、なんか変に意識してもなんか別に、確かに、だからそんな、そうですよね、変に騒いでるのは見てる側というかお客さん側っていう感じですよね、多分なんか騒いでるんですかね。わかんないですけど。あ、でも聞いてきたってことは結構質問が来たってことはそういうことか。何個かあったっすよ、やっぱ。はい、そうです。とか、なんか俺にも来てたな。なんか、尊敬するデザイナーは誰ですかとか。それもさっきの。あったっすね、こっちにも。なんか。でも結局、さっきのと一緒で。なんか、やっぱお会いしたことない方とかのことって何とも思えないけど、やっぱ話してみないと分かんないじゃないですか、その人のこと分からないから、分かんないけど、でもお会いしたことあって、ね、一回食事とか行ったりとかしたこともあって、それでなんかやってるんだったら、リスペクトは無条件でありますね。だからみんなでなんか、うまくいけばいいね、みたいな話はしたことありますね。なんか、好きなデザイナーとかっているんですか、ガリさんからして。このデザイナーは。好きなデザイナーか。僕も聞いたでもなんか、それが、なんか微妙になんか質問かぶってるかもしれないんですけど、はい、結構多かったのが、僕の方に質問いただいたのが、多かったのが、どれだっけな。あ、これだ。その、学生時代からの、その、服の系統で変化があればどう変わっていったのかとか、その時どういう服着てたのかとか、なるほど。昔なんかどういうジャンルの服着てましたかとか、なんか高校生の時何着てたんですかとか、ちょ文化の学生時代は何着てましたかとか、なんかそういうのはカンナビスで働かれてる時はお店のブランドしか着なかったんですかとか、古着も着ますかみたいな質問とかは、結構いや多かった。ガリさんがその質問してる人たちくらいの年齢の時に何を着てたかとかが多分気になるんじゃないですか。でもなんか同級生、専門の同級生とか、それこそなんかりょうくんとかみたいに、あの昔からね、20代前半の時からお付き合いある友達とかは分かると思うけど、僕あんま変わってないですよ、全然。あ、全然変わってないと思います。はい、だってなんか高校生の時でしたっけ、白いジャケット着てたの。いや、中学校の時に、お小遣い。今もクローゼット入ってんじゃないかな。そう。中学生の時に、なんか小遣い貯めて、買ったのが、白の、まあ、綿100の白のセーラードジャケットと、フレアのデニムだったんですよ。で、母親にめちゃめちゃ怒られるみたいな。中学生が着る服じゃないみたいな感じで。中学生。でもやばいっす、それは。でもなんか全然、これが着たくて、みたいな話してて、はいはい、それなんか、全然なんか、そうなんだ、みたいな。母親結構洋服理解ある人だったんで。ああ、なるほどっすね。うん。逆になんか買い物一緒に行っていい？みたいな感じで、一緒についてきたりしてました。あなるほど。そう、その時なんか、中学校の時とかは、なんかエアマックス狩りとかあった時で、僕らの時って。ああ。そんなあった時代なんですか。そう。で、僕もジョーダン欲しいみたいな、ナイキの欲しいって言ったんですけど、いやこっちの方かっこいいんじゃないみたいな感じでリーボック買ったりとか。でもね、僕リーボック今好きだから、はいはい、なんか母親結構そういうの分かってたのかなとか。そう、今でもたまにっていうか、毎シーズン、両親に服を送るんですけど、これだったら着れるかなみたいな。結構喜んで着てくれてますよ。T シャツぐらいしかないけど。なるほど。家で着ればって言ってパーカー送ったりとか、はあと、父親にはネクタイとか。なるほど。うん。面白いですね。だから、まあ、服装の系統というか、テイストとしてはもう別に、そんな変わってないみたいな。だから地元、僕、青森なんですけどね、はい、
古着屋がやっぱなかったんですよ。古着屋がなくて、でもなんか、お店も、セレクトショップも、まあ何個かあったんですけど、ちょうど、なんか米軍基地が近くて、三沢っていうその米軍基地が近いところだったから、発色センターっていう市場があるんですけど、そこの駐車場で毎週日曜日にフリーマーケットやってたんですよ。で、そこでなんか軍物とかめちゃめちゃ出てて、で、僕らはもう歩いて友達とかと中学校の同級生とかと行って、3、40分かけて歩いて行って、で、洋服屋の先輩とかからこれちょっと売ってきて、みたいな。で、その代わりなんか10パー、20パーあげるから、みたいな感じとか、あと自分らの私物とかを売ってお小遣いにして、そこのフリマでなんか買うとか。ほどっすね。やってましたけど、でもやっぱね、その時インターネットもそんな、なんかあれだし、そうっすよね。雑誌見るか、あとはやっぱり、洋服屋の人になんか聞くかしかなかったんで、その時に地元に洋服とね、音楽を教えてくれた先輩がいたんで、その人に結構いろいろ聞いてましたね。でも本当変わってないっそんすな変わね。ってない感じですか？まあジャケットずっと好きだし、もちろんなんかね、ブランド物とかいっぱい買えないから、なんか古着屋行って、ね、古着のジャケット着たりとかはしてましたけど、じゃあもうなんか古い、ルーツがもう変わらないって感じですね。ずっと今まで。そこまで。あんまり変わらないかな。ちょっとやっぱね、昔に比べて体型が変わったからね、着れない服とかももちろんあるけど、でも、あんまり変わらないかも。テイストはそんな変わんないっていう。ルイスレザーとかも僕20歳の時に自分に買ったんですよ。なるほど。これ一生育てたいなと思って、新品わざと買ってみたいなのとか、だから20歳だから17年前とかですよね。買ったら変わんないくないですか、あんまり。そうっすね。まあ確かに。でも、なんか面白いのが、ガリさん自身そんな変わってないですけど、やっぱりリトルビッグの服は毎シーズンシーンもありつつも、なんかちょっとやっぱ見え方とか、ちょっとなんかやっぱ変わってるところが、なんか僕は結構おもろいなと思うんですからね。色合いなのか、トーンなのか、ムードなのか。やっぱり気分はあるし、その時のなんか見てるカルチャーとかも違うし、なんかこう、自分100%みたいな、なんかそういう感じのをずっとなんかやってるのもなんかちょっとなぁとか思うから、ちょっとなんか新しい世界観もちょっとやりたいなぁと思う時もあるし、なんかそれは 展示会とか行って毎回思うっすけどね。なんか 20SS の展示会とか行った時も、なんかやっぱ色とかが、やっぱ、なんかイメージ変わったなとか、なんかそうこのいう、前もまた全然違ったじゃないですそうっか。すね。なんで次の秋冬もまたなんかちょっと違う、リトルウィークなんだけど違うなというか、見え方とか、なんかちょっと違ってんなんなかそこでなんか好き嫌いがね、人それぞれで発生するのは僕はもうしょうがないことだと思ってて、もちろんですね。だからなんか、もちろんなんか全身うちの服、なんか着てもらえたら嬉しいけど、でも、なんか他のブランドさんと一緒に着てもらったって僕は全然構わないし、なんか、服、なんだろうね。あんまりこう、やっぱ服楽しいから、いや、それが全てですけどね。やっぱり楽しくなかったら。まあで、結局お店もそれも多分一緒だと思うんですよね。ブランドもそうかもしれないですし、お客やっぱさね、んに僕対しもて。全身自分の服着るときって、まあ、そうそうないですもん。あるけど、で古も、着に、なんか自分の服にとそうかですね。も、やっぱ多いし、大体でも、なんか1ピースくらいはなんか、リトルビッグ着てるかイメージですね。ガリさんは、大体。なんかやっぱ自分が着たいなと思うものも絶対あるんで、これ着たいなみたいな。全然ありますね。だからそれで作ってる部分もあるんですけど、あ、これなんか、オーダーついてもつかなくても自分用は絶対作ろうとか。でもそればっかりになってもしょうがないじゃないですか。まあ、そうっすね。そうっすね。そ僕れの価値観のいゴリ押しみたいな。
なっちゃうし、でもなんかチャレンジにもならないから、それだと。うん、だからなんか新しい要素を半年ぐらいかけて、自分の中で消化してみたいな。ちょっと、もう一本持ってきますね、酒。カリさん、エッジかかってます。いや、全然酔っ払ってないです。ビールからハイボールに変わったっす。でも9時とかだとみんなやっぱ仕事してますよね、普通に。でもまあ今は結構お家にいる方いらっしゃるんじゃないですか。いるんですかね。つまんなかったらすいませんね。いやいや、だってガリさんがこうやってなんか結構話してるの、話してるガリさんってなくないですか、多分。あんまりないかもしれないですね。ないですね。写真でテキストとかあるかもしれないですけど、うん、動画でなんかこうガリさん自身が話してるみたいなのって、一般のそのお客様からすると多分なんか結構新鮮なんじゃないですか。うん、そうですね。お会いする機会もないですからね、やっぱり。そうですよね。まあ、受注会の時とかに、ちょっとくらい、うん、ね。そうですよね。確かに。あんまりないから。結構新鮮というか。カンナビスさんと大阪のパレットアートアライブさんの2店舗だけで今、受注会やってもらってるんで、はい、まあ、パレットさんの時とかは、割と、びっちりいるんで、もちろんなんかこう、馴染みになってきたお客さんとかももちろんいますし。ああ、なるほど。まあ、うん、全然。毎日やっていらっしゃいますもんね。うん、楽しいですよ、やっぱり。この前も、大阪行ってきて、うん、めちゃめちゃ楽しかったです。もちろん毎シーズン来ていただくお客さんもいるし、初めての方もいるんですけど、楽しいですよ。でも逆に言うとそれくらいしか実際のお客様と接する機会ってあんまないっすもんね。受注会くらいしか。うん、あとはなんか、クラブとかでね、こうなんか紹介されたりとか、なんかっていうのもあるけど、別にそれもそんなにいっぱいあるわけでもないし。まあ。うん。飲みの席でたまにくらいで。飲みの席、でも飲みの席も逆になくないですか？飲みの席で初めましてが。ないっすよね。うん、逆に全然ないから。ないっすよね。うん。やっぱ知ってる人と飲む方が多いんでね。どうしても。まあ、絶対的にそうっすよ。まあ、紹介とかはあるけど、なんかそれ何かしら、ね、アパレルのお仕事されてる方が多いんで。まあ確かに。業界の方っていう。うん。なんか、質問ちょっと俺答えてみようかな。あ、ぜひこの機会ですから。あ、僕からなんかその多かったやつで1個あると、専門学校、はい、ガリさん文化、うん、スタイリストから、ね、はい、スタイリストから卒業されて、はい、で、まあ今、まあスタイリストではないですけど、まあファッション業界に、で、はい、まあ、デザイナーとしてお仕事されてる中で、はい、専門学校時代の一番今生きてる何かってあるのですかみたいなのがあったんですよ。ああ、それなんか僕も来てたな。あ、本当ですか。なんかその、多分、根本には専門学校が意味あるのかないのか的なところと多分ちょっと絡んでくるかもしれないですけど。なんかそこはなんかあったりします？僕が思うのは、で松本さんはどっちかって言ったら専門学校あんま意味ないと思ってるタイプじゃないですか。そうですね。全然いいと思うんですよ、それ。はいはい。でも、僕、専門学校行ってて一番良かったのって友達ですかね。だから、なんか同じような感じで、その、高校とかってみんなやることとか、やりたいことバラバラだけど、一応なんかファッションみたいなくくりの夢を目指してる人があそこに集まるわけじゃないですか。で、なんか、バチバチやってる人もいれば、別に友達になって、なんか普通に朝までなんかこう洋服の話したりとか、一緒に買い物したりとか。うん。なんかそれが、多分他のね、世代の方たちは知らないけど、ほら、さっきも話したけど、別中の時にスタイリングやってくれた大石とかは、僕同じクラスメートだし、うん。でも古着屋やってる人間とか、食べ物屋やってる人間とか、いろいろいるけど、ずっとやっぱ付き合いがあるんで、
なんかそれだけでも僕は結構財産だったなと思ってて。まあその横のつながりがっていうことですよね。その時に同じタイミングで同じ方向を見ていた横のつながりの、その人間関係みたいな。初めて東京で生活して、で、そこからなんか、でも僕とか田舎から出てきたから、やっぱり東京で憧れてきて、そこになんか一応洋服好きな人たちが集まってて、一緒に買い物行ってて、で、課題とかやって、で、なんかそんなにいい環境ってないなって僕は思ってたんで、だから、なんか僕はすごく文化行ってよかったなと思うし、で、時代があるかもしれない、でも。今の時代だったらまたね、違うのかもしれないけど、あの時はやっぱり、なるほど。スタイリストになりたかったら、もう、手紙とか送ったりとか、待ち伏せしたりとかして、そのアシスタントつきたいですみたいな。で、何年もアシスタントやって、独立してっていう流れだったんで、そういうことしか多分、スタイリストになる道もなかったから、僕は運よくね、カンナビスさんにね、誘ってもらって、はい、なんか、就活もしないで決まっちゃったけど、でも一応僕もスタイリストになりたかったんで、なるほどっすね。うん、だそうです皆さん。でも今もうやってないですけど、文化の講師とかやってる時とかにでも同じような質問来るんですよ。なんか学校いる時何すればいいですかとか。でもこれあんまり先生とか、あの先生にも言ったことあるんですけどなんか先生とかがね聞いて、僕先生も付き合うから今も、はいはい、食事行ったりとかもするしだけどなんかいい成績取ったからって、なんかファッションでうまくいくってわけじゃないじゃないですか。それはそうですね。学校でいくらいい成績取ったからといって、世の中に出てどうかってまた別の話みたいな。成績表ってあるんですよ、やっぱり。あるんですね。はいはいはい。あって、で、でもなんか、うちの両親とかは、その、バイトとかして学業がおろそかになるんだったら、バイトしなくていいからみたいな人だったんですよ。なるほど、なるほど。あんたは絶対バイトして、それでなんか起きれなくて学校行かないとかなって、それ無駄だから、って言われてたんですけど、でも、服作りもしたし、パターンも引いたしとか、なんかいろいろやったけど、なんか今自分でやろうってあんまり思わないし、何をやったかと、多分劣等生だったんで、僕。あ、そうなんですか、学生時代は。一個だけかな、めちゃめちゃ成績良かったのが、ショッププランニングみたいなやつとかだけすげえいい評価もらって、それ以外は全然、もしかしたら同級生とかね、見てるかもしれないけど、あ、本当普通にクラスの女子に、昼ご飯をおごるからこれ塗っといてくんないとかやってました。で、全部それ先生にバレてましたね。でもそういうの結構ほっといてくれる先生だったかもしれない。あ、割と放任というか。公認というか、なんか、なんかそういうのも先生も分かってたかもしれないけど、でもなんかね、カンナビス入った時に、当時ね、僕を誘ってくれた上司が、一応卒業はしろ、みたいな。せっかく親が行かせてくれたから、はいはいはい、うんうん、卒業はしろ、みたいな。だから週3でバイト来い、みたいな感じで、水曜日午前授業だったんで、文化って。あで、選択で、僕、体育だったんですけど、体育2時間授業やって、その後、カンナビス1時ぐらいに出勤して、店買って、土日も販売やってっていうので、半年ぐらいやったかな、2年生の夏休みからやってましたね。あそうそう。なるほどっすね。でもなんか、オープン日とかも先生とかも来てくれたし。あ、うん。みんな何人かで僕のね、授業を受け持ってくれてる先生と。やっぱ、科目によって先生違うんで、教室移動しながら授業を受けるんですよ。ああ、なるほど。うん。だけどみんな来てくれて、買い物してくれたりとか、頑張んなさいよ、みたいな感じだったんで。で今でもすごく応援してくれてます。ちょくちょくじゃないですけど、なんか展示会ごととかにお食事とかされてますもんね。なんか、展示会の時に先生、今回も3人一緒に来られて、で、なんかもちろんオーダーとかもつけれてくれたりとかして、その、今回はね、食事行けなかったんですけど、そう、でもなんか、誰々の誕生日会だから飲もうみたいな、先生の誕生日とかね、そういうのでなんか、お祝いしたりとか、なんかいいっすね。うん。で、学校でこういうのなんだけど協力してくれないとか、
だあれ、あ、今なんかコメントしてるけど、宮崎ってうちのプレスいるじゃないですか。あいつも、そのつながり乗って知り合った後輩ですからね。だから僕の授業聞いてるかも、聞いてるのか。みたいな感じですからなね。るほどね。でもいい学校ですよ、文化。楽しかったです、すごく。その2年、濃い2年間か。なんか同じ友達と学校通れるんだったらもう一回行きたいですね。ああ、でもそれ言えるって素晴らしいっすね。いいっすね。すごいっすもう一回行きたいです。もうちょっと、あ、でも僕らの言ってた科って一番課題少なかったから、ね。結構多分他の科の人に結構舐められてたかも。あいつらなんか一め番、やっぱ課題超多いんで、文化って。ああ、まあ専門学校って、まあやっぱそうっすよね。どうしても。でも課題度少ないくせになんか一番うるさいとか、一番チャラいみたいな感じとかで、なんか言われましたけどね、卒業してからとか、知り合った人とか、あ、そうです。スタカマジ嫌いとか言われてましスたタね。カ。 でもいい学校ですよ、すごく。先生たちも素晴らしいし。卒業生大事にしてくれるの嬉しくないですか？まあでも確かにそれ、今も付き合いがあって展示会とか来てくれるって、なんかすごいですね。いいっありがすたいですよね。気にしてくれてるなぁと思うし。それはなんかすごいなとやっぱ年々、400何、ん ?60 人クラスが最初8クラスなんで、僕らの時は。で、2年生になって1クラス削れてだったんですけど、その中でも、やっぱアパレルの仕事やってる人って、まあ限られるっすね。10人とかなのかな。ってことは、僕が知ってる中だと。ってことは、1割もいないってことですよね。いや、もしかしたら知らないだけかもしれないけまあ、ど、知ってる限りで。僕のスタイリストが5人、6人ぐらいと、多分服作ってるの僕だけで。で、古着は自分でやってる人間もいれば、まあ、バイヤーやってる人間とかが何人かいてたら、20人僕知らないかな、あんまり。まあでもやっぱそんな、でも、それはそれでいいじゃないですまあ、か。そうですよね。全然なんか、まあそれぜぞひ、れなんか選んだ道があるから。ファッションの道に行かなきゃいけないっていうわけでもないっていう。でもなんかたまに、同級生の結婚式とかで会うんで、そういう時になんか最近何してんのって話できるだけで楽しいですよ、すごく。っていうところで、ガリさん。ちなみに、もうじき1時間経つんですよ。で、1時間経つと、これ、自動的に終わっちゃうんですよ、インスタライブって。なるほど。どうしますか？全然お任せします。いや、なんなんか、で？あ、1時間で切れちゃうんですそうね。なんですよ。インスタライブってどうし、なんか自動的に1時間で、パッと終わっちゃって、あ、多そ分、うなんだ。あと2分くらいで多分終わるんですよ。本当ですか？多分終わじゃあ、ると思もしやるのであれば、松本さん、LINE ください。全然僕大丈夫ですよ。この後別に予定もないし。どうすかね。じゃあ、一回終わったじゃあ、ら、一旦、ガリさんあ、でも普通につないでもらっていいですよ。僕なんか質問ちょっとせっかくいただいたから、僕それ答えてないのがあるから、答えようかな。なるほど。じゃあ、ちょっとおかわり会、おかわり会もありつつ。おかわりか。おかわりじも。ゃあ、一回切っといて、10時になったらください。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。はい、絶お願いし対、ます。ありがとうございます。はい。